こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。今日はコメントいただいたので、高校生の紙バイトの話、だいぶ前に一度、だいぶ動画の質というか、まだ私の質がいいとは言わないですけれども、もっともっとひどかった時に、一度お送りした内容なんですけれども、それについて、もう一度お話していこうと思います。で、いただいたコメントなんですけれども、そのだいぶ前ですね、まだ動画配信始めたすぐだったと思うんですけれども、いただいた、その動画についていただいたコメントなんですけれども、公立高校の入試を終えて、合格発表を待つ過程です。このバイト素晴らしいですね。で、我が子にも提案させていただきます。ちなみにこの大学受験のための勉強というのは復習でしょうか、市販の参考書でしょうか、という、コメントをいただきました。ありがとうございます。で、それについて、今日はお話ししていこうと思います。で、その紙バイトの動画見てない方の方が多いと思いますので、さらっと、そのバイトの話をしていこうと思います。で、まあ高校生になるということで、まあ私の生徒じゃなくなっていく、まあ卒業みたいな形ですよね。で、まあ春から高校生だねなんていう時に、まあ冗談交じりにお話しする内容っていうのが、高校生になったらバイト頑張らなきゃねなんていう話をします。で、そうすると、大抵のお子さんが、バイトは禁止なんだよね、うちの高校ダメなんだよねとか、親が許してくれないんだよねとかっていう話をしてくれます。で、まあニヤニヤ笑いながら、いや実はね、いいバイトがあるんだよね、もう紙バイトで時給も最高なんだよね、で親にも、バレずにそっとこっそりできるんだよねなんていう話をすると、子供たちは目をキラキラさせながら、そんなバイトがあるのなんていう、まあ冗談交じりの話をしますよっていう話です。で、どんなことなのかっていうと、コンビニでまあ仮にバイトをして時給1000円だよっていうことになると、週3回、まあ学校の早く終わる日等々に週3回やって、で1日3時間バイトをして、まあ夕方ですよね。で、50週、休まずに1年間やると1年間でだいたい450時間だよ。で、3年間で135万円稼ぐことができるよっていう話です。で、この135万円、まあ月々少しずつお小遣いが増えると考えれば、まあスマホ代に使えたりですとか、女の子だと、ファッションに、まあ好きな洋服買ったりですとか、そんなことで使えて、まあ高校生として楽しい高校生活を送れるよねっていう話なんですけれども、同じ話をですね、大学受験の勉強っていうところに置き換えた時に、週3回、1日3時間で50週続けると400時間、これはもう全くこの上と同じ式です。で、これを、3年間やっていただくと、エフランとマーチの障害収入の差4500万円、これを稼ぎ出すことができませんかね、というお話です。で、これ時給に換算すると3万円以上になります。で、この時給1000円が目の前にぶる下がっていて、で、それを手にするために、まあ、週3回、コンビニ等々で働いてですね、で135万円稼いで楽しい高校生活を取るのか、まあ今すぐはもらえないですけれども、障害年収では障害賃金という形で、3万円以上、時給3万円以上になるバイトだと思って、大学受験の勉強したらどうなの、きっといいことが将来待ってるんじゃないの、っていうお話です。で、さらに言うと、その他に大学に入った時点で返済不要の奨学金、下手すると100万円とかもらえるかもしれませんし、もしそれがもらえただけで、この3年間で、コンビニでバイトする135万円にほぼ匹敵するような、返済不要の奨学金がもらえるかもしれないですし、で、奨学金を借りたとしても、無利子で借りられるっていうことになると思いますので、無利子で借りられると、もうその金利だけで、まあ、残りの、35万円分以上の得ができるよね。だったら学校で出される課題、等々をしっかりこなして、さらにそれとは別に、バイトに行く感覚で、もうさっさと学校の課題をやっつけてしまって、さあバイトに行かなきゃっていう気分で、このバイトですね、大学受験の勉強、週3回1日3時間、毎週やっていけば、1年生2年生の間でだいぶこの大学受験の準備ができるよね。で、高校3年生になった段階で、エンジンをかけ直して、
まあ、この週3回と言わず毎日受験勉強することにはなると思うんですけれども、そうするだけで、だいぶ将来に見えてくる、将来設計っていうのが変わってきませんかねという話が、この高校生の紙バイトという話でした。で、この動画を見ていただいて、このお話ですね、このコメントいただいた方は、じゃあ具体的に何すればいいのっていう話になってきたようです。で、まあ、この話毎年のようにして、卒業生にするんですけれども、もう長いこと何十年も教える仕事をしていてですね、この話に食いついてきた、やってみようと思った子は、まあ、今のところ一人だけというところで、まあ、高校生になると楽しいこともあるでしょうし、あ、また先生勉強の話してらぐらいな気持ちで高校生になっていくんだと思うんですけれども、女の子で、年代的にはもう30代後半、もしかしたら40に手が届くぐらいの女の子が、一人だけ、この話をした時に、食いついてきた女の子がいて、当時偏差値55ぐらいの高校に進学して、で、何すればいいのっていうので、まあとりあえず英語やってごらんっていうことで、英語だけきちきちっと磨き上げていって、で、英語が柱になれば、そこが、武器になって受験で勝ち上がれるから、もし途中で、何したらいいんだか分かんなくなっちゃったらまたおいでなんて言ってたんですけれども、結局3年間、一度も顔を見せずに、3年経って受かったよっていう報告に来てくれて、3年後に会いに来てくれて、で、合格したよっていうのでおめでとうって言って、どこなのって言ったら早稲田っていうことにつながっていったので、これはあながち、まあなんていうんですか、冗談交じりのバイトの話ではあるんですけれども、あながち役に立たない話ではないんじゃないのかなと私なりに思っています。で、じゃあ具体的に何やるのの話に移っていくんですけれども、まずは英語と数学、これをきちっとやっていっていただければ、で、もう文系受験をするよっていうことであれば、数学の方は、センター試験レベルのことがきちんと数 1A 数 2B がきちんと解けるよっていうところまでで結構ですし、英語は、まあ、国公立だと二次試験で使うことになると思いますの で、私立だと、英語は必ず、出題される科目っていうことになってきますので、英語を柱にしていくということでやっていた、言っていただければなと思います。で、英語なんですけれども、まずは単語帳で単語力つけてね、単語が分かんないんだともう話が始まらないので、高校1年生になったら、学校でやる教科書あるいはテキスト副教材等々で出てくる単語ではなくて、それはそれで学校の課題で出ると思いますので、それはそれで やるのは、まあ、学校の課題ですからやらなければいけない、プラスアルファとして、単語帳で単語力、これはしっかりつけてくださいね。で、単語力ある程度ついてきた、あるいは、辞書を引きながら、辞書を引き時間をかけてでも結構ですので、センター試験の過去問、まだ共通テストの過去問って何年分もないので、センター試験の過去問でしたらもう山のように、過去問がありますので、その中から、今日はこれ読もうっていう形で、長文を読む習慣をつけていっていただいて、で、もし文法事項の的なところ、辞書を引いてもな、どういう意味なんだかさっぱりよくわからないっていうところがあったら、せっかく学校に行ってて、学校の先生がそこにいるわけですから、先生この文なんでこういう訳になるのとか、この文はどうやって訳せばいいのとか、この単語の意味を調べて、単語を、まあ、とりあえず、その文の脇に書いてはみたんだけども、どうしてもうまい日本語にならないんだけれども、これはどういうふうに理解したらいいのとか、聞いていただければ、学校でプラスアルファのポイント、あいつは頑張って勉強してる子だなっていうことで評価され、してくれて、で、もしかしたら通信簿等々でもプラス加点をしてくれて、で、わからないところを教えてくれて、で、自分の勉強にもつながっていって、自分の力にもなっていくっていうことになりますので、高校の先生はうまいこと、まあ、利用というと先生に失礼かもしれないですけれども、そんな形で利用していただければなと思います。で、数学の方ですけれども、まずは、まあ、高校に入って新しい単元が始まらないことには、何をどう理解したらいいんだかわからないということになるかと思いますので、かといって高校の授業を待っているようでは時間的に、厳しいものがあるよねということになっていきますので、講義系の参考書がありますので
まあ、講義系の参考書、どんなものでも結構ですけれども、まあ、私がお勧めしているのは語りかける数学というちょっと分厚いとは言っても会話形式で、なんていうんですかね、誰かが聞いている授業を、旗から見ているような雰囲気で読み進めていける、参考書がありますので、まあ、それを読んでああなるほどねなるほどねっていう形で本の中の登場人物と一緒に自分も授業を受けている形で理解を進めていけるものがありますので、そういったもので、まずはさっと理解をしてで、軽い問題集をやっていただくのも結構ですし、もういきなりセンター試験の問題これはもうこの範囲で解けるんじゃないのかなっていう手応えがある問題があるようでしたらそれを、やってみていただくっていうことでいいのかなと思います。で、目標としては高1の終わりに、学校の、高校の授業も数 1A が終わります。で、授業が終わった段階で、要は先取り学習をして、学校の授業で復習みたいな形あるいは、さらに分からなかったところを煮詰めていくような授業の聞き方をしてでまたさらにそこから先取り学習で学校の課題が復習になるっていう形で勉強していっていただけると高校1年の終わりには数 1A で7割目標に、やっていただければ7割は取れると思います。で、ただ時間制限をかけると、慌てて解かなきゃいけないので7割っていうのはまだまだきついラインかと思いますけれども、時間制限をかけずにこの問題はこうやって解くんだよねって参考書のあそこに載ってたねとか学校の先生に、教えてもらったこのやり方がこの時使えるんだよねという形で、確認しながら時間無制限でいいので7割取れるところまで、やっていっていただけると、数 1A についてはもう受験学年に、センターレベルはもう追い込まなくていいっていう形に持っていけますので、で、高校2年生も同じような形で数 2B をやっていっていただければ、高校3年生の受験学年になった段階ではもうセンターレベルの数 1A、数 2B は、もう OK の段階まで来ている状態になりますので、そうすると受験学年だいぶ楽に、時間を有効活用してでその有効活用要は余った時間っていうんですかね、節約できた時間を、他の教科、まあ、英語なら英語を武器にしていくっていうことであれば英語の方を、しっかり受験用に磨き上げていく時間ということで、利用することができるんじゃないのかなと思っています。で、このお話数学についてすると、高校1年生で勉強しただけで、受験の数学、まあ、仮に数 1A なら数 1A 解けるようになるの？もっと勉強しないと解けないんじゃないのっていう形で思う方多いんですけれども、まあ、落ち着いて考えていただくと、高校1年生で数 1A の授業をしてで高校2年生で数 2B の授業をしてで高校2年生で数 2B の授業をしている間っていうのは数 1A についてはもう置き去りなわけですよね。で、1年間置き去りにして、まあ、お尻の中にしまっとくような形で頭の隅に置いておいてで、高校3年生になってさあ受験学年だ数 1A でも点数取らなきゃいけないぞっていうことで、もう一度お尻の中から、引っ張り出してきてでもう一回最初から、まあ、最初からっていうことではないんですけれども、やり直すのであれば、高校1年生、授業で聞きながら、自分で演習問題をやってでセンターの過去問をやってっていう作業をやっていっても、できないはずはないと思いますのでこれはぜひやっていただきたいなと思います。で、趣味に近い科目もし、好きな科目が中にあるようであれば、なんていうんですか記憶覚えてしまえば暗記科目に近いようなところで、趣味に近く、遊び感覚でできる科目があればぜひ一つプラスアルファで、やっていただければなと思います。でこれは理科とか社会で、使える方法なんじゃないのかなと思います。で、例えば地理の、問題ですけれども、勉強というよりはクイズみたいな形でセンターの過去問を持ってきていただいてで、まあ、こんな特徴のある国はどこですかみたいな形
で考えていただければ、もう地理限定のクイズ問題を解くような、感覚でやっていけると思います。でこれを逆に考えて、これを覚えないと、センターの 点数が取れないよって考えるから覚えるのが辛いっていうことになってきますので、センターの過去問を持ってきてクイズを解くんだってその、クイズを解くための資料どっかにないかなっていうことで、センターの、過去問の答えを見て覚えようとするんではなくて、要は答えを覚えるから楽しくないんで、その資料って本屋さんに行くと売ってます。世界国勢図会とか、日本国勢図会とか、あとは地図帳ですとか、そんなものを、机の脇に置いておいていただいてこういう特徴のある、例えば貿易関係で、例えば鉄鉱石を輸出している国ってどんな国があるのかなっていうことで、それを世界国勢図会なんかで調べていただくと、ああなるほど、こんな国で、鉄鉱石ガンガン作って輸出してたのかとか、そんな形で、調べていただくと勉強というよりクイズ感覚で、楽しんでできるんじゃないのかなと思います。で、自分で調べて見つけて、で、世界を想像する、例えばオーストラリアって大地が真っ赤っかですよね、真っ赤な砂漠、今岩なんだか砂なんだか分かんないような真っ赤な大地になっていて、なんで赤いのかなって、あれって鉄分なんだよねっていうことが分かってくると、あ、オーストラリアっていうのは鉄鉱石の産出国なんだなとかっていうイメージがついていくと思います。でそんな形で、世界を想像していただくと、地理は意外に得点源になるんじゃないのかなと思っています。で同じようなことが理科にも言えて、例えば生物が好きだよっていうことであれば、生物の、生物クイズっていう形で考えていただく、あるいは、授業であまりやってる高校は少ないですけれども、天文ですとか、そういったことを扱う、地学ですね、理科の地学の分野を地学クイズをやっていくような形で、調べながら、知識を3年間で貯めていくっていうかことを考えていただければ、受験学年になった時にもう一つの、得点源の科目が身についてるよっていうことになるかと思います。で、このやり方で英語の基礎的な部分、長文がある程度読める、受験学年、高校3年生になった時ですね、受験学年を迎えて、で数学は、センターレベルだったら数 1A と数 2B はある程度7割ぐらいは取れるよねっていう学力がついていて、で趣味に近い形で、まあ、地理なのか、地学なのか生物なのか何か一つが、ある程度得点が見込める、ものになっていれば、あとやることっていうのはさらにそこから点数を伸ばすことと、ここでやってない科目ですね、国語は手をつけてないので主要3科目の中では国語、あとは、地歴公民なのか、理科なのかっていうところでもう一科目やっていただくことでセンターレベルはあっという間にクリアできると思いますので、そんな形で3年間、この紙バイトですね、時給3万円以上と私は言っているんですけれども、どこ行っちゃった、これですね、時給3万円以上の紙バイト、ぜひやってみたらいかがでしょうかというお話でした。では今日のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。